出来上がった食パンの側面がへこんでしまう場合の原因をご紹介します。ここでの原因は焼き上がり後すぐに取り出さずに放置していたことです。出来上がった後すぐに取り出さずに放置していると側面が乾燥して固まらないうちに内部の気泡が縮むときに一緒にへこんでしまい、ご覧のように側面がへこんでしまいます。焼き上がりましたらできるだけ早く取り出し、網の上などに乗せて周囲を乾燥させてください。